ありがとう。南側一ブロックですかね、挙手をされている株主様、はい、お願いいたします。1218番藤井と申します。私は組織で行っている先生の社長と申し上げます。個人のフリーな株主として単純な議論とか意見なんですが言わせていただきたいと思います。まず本来であればこういう状況の会社は潰れてますよ。潰れてないのが不思議なんですよ。何で潰れてないのか。私は株主として潰れたら困るんですよ。確かに困るんだけど、なんで潰れてないのかな。そうするとですね、皆さん今残業にそこに収まってますけど、今頃はハローワークとかですね、その辺の運営をうろうろしてらっしゃるんじゃないですか。そういうこともあるんですよ。でそれぐらいの危機感を持ってですね、しっかり自分でやるべきこと、例えば被災した方のためにやるとか、そういうことを本当に真剣になってやっていただきたいと思います。それから原発のあれですね、原発を全くゼロにするというそういう選択肢というのはないんでしょうかね。私は原発というのは選ぶ選択肢は全くないわけなんですよ。原発の選択肢はない、これは当然だと思います。で、結果から発想して原発を使わない、東京電力作品を描いてて夢に描いてるんですよ。でそれで株主となって東京電力の株主というこれもしたいそう思います。それから汚染水について何回も出てるようですが、いろいろ対策はしてらっしゃると思うんですが、そういう対策の機会じゃなくて、一体汚染水がいつになったら止まるのか、それを聞きたいです。その辺の見通しはどうなんでしょうかね。以上です。はい、ありがとうございました。1218番株主の藤井様からお尋ねをいただきました。社長の広瀬よりですね、お尋ねいただきました。大変厳しい環境下にあります当社のですね、今後の経営としての取り組み並びに、原子力政策についての姿勢等について、社長の広瀬よりまでお答え申し上げます。社長の広瀬でございます。お答え申し上げます。危機感を持って、しっかり経営に当たるというご指摘、全くあの通りだと思っております。私どもとにかく事故を起こした責任をしっかり取っていく、すなわち、福島の復興にとにかく全力を挙げて、対応するということ、それからもとよりその今福島第一原子力発電所を大変皆さんにご心配をおかけしているような状況でございますので、これをしっかり徹底的に早めに向けて管理していく、産業を進めていくということです。一方、そうした中で、まさにこれが東京電力として今、皆さんの前にこうして、存在している一つでございますが、電力の安定供給をしていかなければいけないという、もう一つの適当な責任がございます。こうした3つの取り組みについてですね、我々は本当に危機感を持って、いずれも欠けてもいけないと思っておりますし、これ全て東京電力が主体的にやっていかなければいけないことだというふうに、強く認識して、毎日毎日の保険に当たっていきたいと思っています。ありがとうございました。それから、原子力についてでございますけれども、大変難しい問題だと思っております。ただ、ぜひとも日本という国において、原子力政策、エネルギー政策の中にある原子力政策のもとで、原子力発電の開発を50年以上前から進めてきて、今日に至っているということでございます。従いまして、資源のない日本の中においてどういう形で国との政策のもとで事業者がそうしたその一つ一つの施策を取っていくかという、そうした総合的な中から判断していかなければいけない問題の一つだと思っておりますので、今後もそうした関係機関並びに皆さんのお声を頂戴してですね、これから経営に反映していきたいと思っています。
会場のご理解をよろしくお願いします。原発のない沖縄電力3660円の株価だぞ。お前んとこ今日500円くらいだって分かってんのか。福島第一原発5000水距離のですね、今後の見通しについてお尋ねをいただきました。業務の顧問よりお答え申し上げます。先ほどのご質問とも重なりますが、まあ、汚染水のですね、対策といいますが、汚染水は先ほどもお話しした通り、燃料を冷やす水を使っている、まあ、そこがですね、まず根元でございます。従いまして、まあ、仮に水は確認をしておりますが、水で冷やすということは簡単には、終わらないです、ね、これを安定的にしていくために漏れている部分を、防ぎ、それで、その放射能の、濃度の高いものについては分量していくというのが基本的な話になります。ただし現実にはですね、その漏れている場所あるいはそれに対する取水というものが非常に難しいところでございまして、なかなか見通しをですね、いついつまでにというところが言えないところでございますが、いずれしましても現実を忘れました。まずは汚染水の源の、発生源をなるべく小さくしていくということと、それから量を減らすということ、それにまず、努めてまいるということと、それからいずれは取水をするというところの補修技術等を、しっかりと今から開発をして、いろいろな基本的な対策を講じてですね、国とも協力しつつ、前に進んでいくということでございます。まあ、いずれにしましても、こういった活動そのものをですね、皆様方の方に見えるようにすることも重要でございますし、また、国の配送対策の、ロードマップということについても、事業を得て改定をされつつありますので、そういうところで進捗状況を報告させていただくということで、よろしくご理解のことを考えます。